カピトリオ。ハバナはキューバの首都。キューバ島北西沿岸のフロリダ海峡に接する地点に位置し、カリブ海地域における最大の都市である。人口は約200万人。位置は北緯23度8分、成形82度23分。キューバの公用語であるスペイン語での発音はラーバーナに近いが、日本語では英語に近い。 ハバナの名称が広く用いられている。歴史的な名称はサン・クリストーバル・デ・ラ・バーナ。クリストーバルは、クリストフォロスのスペイン語読みであり、ハバナの守護聖人である。ハバナの始まりは征服者であるディエゴ・ベラスケスが、1514年に、キューバ島の南岸にある、現在のスルヒエドロ・デ・バタバノの近くに居住地を築いた、時点まで遡る。 現在地に都市が移されたのは1519年のことである。1553年にはそれまでのサンティアゴデ・クーバに代わってキューバ総督領の主婦となった。1519年以降、港を中心に都市を築かれていったハバナは、スペインの新大陸における植民地経営の中心地として、及びに貿易の主要な中継地として発展した。そのためにキューバは、 フランス、イギリス、オランダの海賊の攻撃を受けるようになった。1537年には、フランス海賊によって、最初の襲撃を受け、焼き討ちに遭い、1553年と1555年にも、略奪を受けるなどの被害を受けた。このため、ハバナには、フエルサ要塞、プンタ要塞、モーロ要塞などの多数の要塞が築かれ、軍事都市としての趣きが整えられた。 1713年のユトレヒト条約によって、イギリスのイスパのアメリカ貿易の参入が限定的ながらも承認されると、以降海賊に代わって、密貿易が盛んとなった。18世紀は、キューバ経済の拡大により、1728年には、ハバナ大学が建設され、1738年には、郵便制度が確立した。 この時期に造船所が建造されるなど産業の発達も著しく1740年には城壁が完成したが7年戦争下の1762年にハバナはイギリス軍によって行為されたスペイン軍が降伏してイギリス支配のもとに自由貿易港になると多数のアフリカ人奴隷がイギリス人商人によってアフリカからハバナへ連行された 1763年にスペインとイギリスの間の協定により、イギリスはキューバとマニラを返還してフロリダを受け取った。スペインはこれに懲りて、ハバナのさらなる要塞化を進め、アメリカの全域でも最も強固な要塞都市とした。一方、1年間のイギリス軍の占領の最中に自由貿易を実現したハバナは経済的に繁栄し、 ハバナのクリオ女子配層は自由貿易の実現を望むようになった。19世紀に入り、フランス領サン度間の黒人反乱により、黒人国家ハイチが独立すると、ハイチから亡命したフランス人農園主によって、砂糖キビ栽培の技術が導入された。18世紀後半に、奴隷貿易が自由化されたことによって労働力の確保が容易になったこともあり、 以降、キューバの砂糖産業の拡大が始まり、ハバナは、キューバの近代的投業の中心地となった。1810年頃からシモン・ボリーバルや、ホセデ・サン・マルティンらによって、ラテンアメリカの独立運動が進むと、1818 18年に、スペイン当局は、キューバのクリオジョの不満をなだめるために、ハバナを完全な自由貿易港とした。19世紀に、 スペイン植民地の立場から独立しなかったキューバには、経済的期待から農業のために多くの移民や黒人奴隷が流入し、多民族社会が形成された。1837年には、ハバナにラテンアメリカ発となる鉄道が導入された。ハバナの人口は1830年代に10万人を、1860年には20万人を超え、ハバナはラテンアメリカで、 最も繁栄を謳歌した都市となった。1898年にハバナ港でアメリカ海軍の戦艦メインが爆沈し、アメリカ・スペイン・キューバ戦争の発端となった。ハバナは1902年のキューバ共和国の独立により、キューバの首都となった。独立以前からキューバへの投資の多くは、アメリカが集国資本だったが、独立以降この動きがさらに進んだ。 1920年代にアメリカ合衆国で禁酒法が施行されるとアメリカ人たちは協楽を求めてハバナを訪れるようになった。その結果、ハバナにはアメリカ人富豪の別荘が多く立ち並び、多くの観光客によって高級クラブやカジノが賑わうリゾート観楽都市として大発展した。ただし、こういった娯楽施設のほとんどは1959年の キューバ革命に伴って閉鎖された。1959年のキューバ革命によるバティスタ政権崩壊と共産党革命政権樹立後もキューバの首都としてのハバナの位置は引き続き変わらなかった。むしろ革命政府はハバナをキューバ社会主義建設の中心地たる生産都市へと変えるべく大幅な都市圏として住宅地帯、新工業地帯、 自然公園などの都市整備を図る都市計画を実施した。その結果、1960年代に市内の商店とホテルが国営化され、大邸宅はことごとく学校や公共建物に流用された。また、バティスタ政権下では、コロンビア兵だった施設は教育センターに、旧大統領宮殿は革命博物館に変えられた。 ハバナの平均気温は摂氏25度で亜熱帯気候に属する。年間降水量は1189ミ、mm、リメートルで5月から11月は湿度が高い。キューバはハリケーンの通り道に当たるため、ハバナも被害を受けることが多い。近年では2005年7月にもハリケーンの直撃による被害を受けている。の気候区分では サバナ気候と熱帯モンスーン気候の境にある。ハバナの衛星写真ハバナ旧市街は、前世紀のスペインコロニアル様式が完全に保存されており、1982年に旧市街などが世界遺産に登録された。スコットランドのグラスゴーとは姉妹都市関係を結んでいる。文豪アーネスト・ヘミングウェイがこよなく愛した街としてもよく知られる。ヘミングウェイは、 晩年をこの町で暮らし、名作、老人と海をここで書き上げた。市南東部郊外にはヘミングウェイの記念館がある。ハバナ港はキューバ最大の貿易港で、キューバが輸入した品の約90%が同港からキューバ国内に持ち込まれる。また、主にハバナ周辺で栽培されるタバコや砂糖キビが同港から輸出されている。最近では、 観光事業振興にも力を傾けており、主に旧ソ連、ヨーロッパ、カナダなどから観光客が集まってくる。17世紀から18世紀にかけて建設された、ハバナ湾西部の半島部を占める旧市街地は、白い建物が多いスペイン風の美しい街並みで、今なおスペイン植民地時代以来の歴史的遺物が残っている。旧市街地の西方にある広大な新市街地は、 第一次世界大戦後のアメリカ及び、キューバの資本家やバティスタ政権の政府要員の高級住宅地として開発された地で、広い道路と近代的な高層ビルが立ち並んでいる。旧市街地と新市街地の間には革命広場がある。また、小規模ながら中華街が存在しており、中国系キューバ人が住んでおり、中華レストランがいくつかある。ありがとうございます。